宗教って基本的に危険なものなんですよ。そういうところがどこかにないとただのお道徳になっちゃうわけですよね。カルト、うん、ってよくわからないんですよ。カルトと宗教って同じなのか違う、もちろんあの重なる部分と重なる部分があって、うんうん、これどう理解したいんでしょう。ねえ、僕も言いたいこといっぱいありますけども、基本的にね、あのそれは連続ですよ。あのカルトはここから始まるなんていうことは、ね、なかなか言いにくい、はいはい、どうしても悪いカルトをあの見分けたいわけですよね。でそういうメルクマールを一生懸命探すわけで、あの例えばヨーロッパでフランスなんかね、カルトの見分け方とかですね、そういうあの対処法なんてのも出てきてるんですけども、実際にはそれはね、本当には役立たない。ああそうですか。だってね、宗教って基本的に危険なものなんですよ。ああそうじゃなきゃね、存在してる意味がないなんて言うとまたいけないので、またゆっくり後で話しますけど、人の心奥深いところに入るわけですからね。だってやっぱり体制の最終的な根っこのところを批判しないとならないわけですからね、ですからイエスもお釈迦様もきっとムハンマドも非常に強い体制批判者だと思いますよ、うんうん、そういうところがどこかにないとただのお道徳になっちゃうわけですよね。それでは宗教にならないわけですよ、最終的に、うんうん、だどっかに現在の世界の秩序を転覆する力があるはずなので、うん、それはあの危険なものと紙一重ですよね。アメリカにおけるエヴァンジェリカル、エヴァンジェリカルって何なのか。聖書に非常に忠実であるっていう意味がまず強いですよね。それを一般の聴衆に分かりやすく説くっていうことですよね。でそれをするためにメガチャーチという巨大なる、うん、あの2000人以上収容できるっていうのはメガチャーチの定義なんですけど、そこに多くの人がこう集まって音楽ですね。でその音楽は必ずしもクラシックではなくてロックンロールであったりとか、エンターテインメント性が非常に高いっていうのが特徴ですね。高校3年の時に何にも知らないでサンディエゴにホームステイ1ヶ月だったんですけども、メガチャーチに今から考えると連れてかれて、何にも知らないんだけどもダンスさせられたんですよ。それですごいなんかノリのいい音楽でみんな幸せそうに踊ってて、うん、私からしたらまずなんでね、あのキリスト教でダンスしなくちゃいけないのかわからないし、しかもなんかプレハブみたいなバカでかい体育館みたいなとこで、これってチャーチっていうのはもう何もかもが分かんなかったんですね。今考えたら何にもないとこなんですね、娯楽が。お金もないし、だから唯一の娯楽が日曜日に、ね、要するにだから多分私がホームステイ、うん、なんか楽しませたいって気持ちがあったから、ね、そうでしょうね。それっとね、全然楽しくなかった、うん、なんか連れてかれてどうだ楽しいだろうみたいな、みんな優しいんですよ。みんな優しくて親切なんだけど、なんで教会で踊んなくちゃいけない全然分かんなかったんですよ。実際に私がメガチャーチ潜入した時にヒスパニック系の親子に知り合って、お父様とお話ししたんですけど、いやもう小学校のやっぱりね、息子がカトリックだとですね、途中でなんか飽きちゃうんだよねって言って、でもエヴァンジェリカ来るともう歌って踊ってですね、すごい楽しい、お父さんこっちに行きたいって言うからこっち来たんだよっていう、うんうん、まあなんかそういう感じが非常に強いです。大きな誤解の一つはね、はい、あの教派ってね、みんな神学だと思ってんですよ、ええ、神学なんてどうでもいいんですよ、最終的に。あのね、メソジストとプレスビテリアンとね、ええ、バプテストと例えばカトリックといて、はい、場合によってはユダヤ教だと同じです、うん、内容についてね、そんなに三位一体の考え方がこうだからあの考えるなんていう、で宗教はこうだっていうふうに誰も考えてない、そんなこと。だから引っ越しして新しい町に行ったらね、いろいろ教会ショッピングするんですよ、はい、で教会ショッピング、はいはい、であの教会はね、あの説教は面白いけど音楽が下手だとかさこっちの教会は駐車場が広いとかね、そうですか、あのこの教会はショッピングモールの隣で便利だからとか、そういうので変わるんですよ、教会っていうのは。そういう社会的な機能なので、あの神学の内容で教派を分けてるわけではない。それからまあ、だいぶ今は変わりましたけど、なんていうかな、あの社会階層でやっぱり金持ちの行く教会と、あのそうじゃない人の行く教会ってこういう階層があるんですよね、うん、だからバプテストってのはメソジストのちょっと下でなんて、あのみんなね、そういうのがアメリカ人の面白いところ
佐保さんもアメリカ行ったあれですか、やっぱりヨーロッパと比べていろいろ違うなっていう。いやもう全然違いますね。私はイタリアにも住んでたことがあるんですけど、イタリアに1年間いて一度も食事の前のお祈りをしましょうと言われたことがないんですが、カトリック的にはないよでアメリカに1週間いただけなのに3回も食事の前の祈りを、日本人はどうしてもアメリカのこと世俗的、太平洋戦争の時もアメリカは世俗国家で信念がないから弱いんだみたいな議論。じゃあ新国は日本だからね。そうなんですよまさに。だからそこのところやっぱりあの改めて戦前の日本は全くアメリカを理解してなかった。これ面白い話があってですね、戦前の陸軍ってアメリカ留学組って基本的にいないんですよ。ドイツフランスの選択でプラスロシア、まあ、少しだけイギリスがいるんですけども、イタリアもいるんですね。でアメリカはほぼいない。だから結局ですね、戦前日本は戦争するわけですけども、ほとんど陸軍はアメリカのこと知らないわけですね。海軍は、海軍はほとんどイギリス で、途中からだから本当に戦前の日本ってものすごくアメリカを軽視して、アメリカということを知らないまま勝手なイメージでアメリカはこういう国だと、つまり信念がない世俗国家だからきっと、あの精神的に弱いと、だ精神力が強い日本は勝つんだと、そういった意味でいかに戦前の日本がアメリカを理解できていなかったか、宗教を通じてキリスト教を通じてアメリカを見るとこんなにアメリカってよくわかるんだな。そう上がってこないですよね。これ、ね、中山俊博さんが関西王として日本にはやっと分かってもらえた、日本にはやっと分かってもらえた、あそれそれそうなんです、それだ、うん、そうです、はい、うん、ロシアはいつも少し非常事態だからって言ったんです今現在のこの世界の中では核使ったからといって別にそれで終わらないわけです。未来を変えるようなことはあまりできないかもしれない、だからといって諦めるとロシアが望むシナリオになっていくので、とにかくできることはやる。日本の平和主義っていうのは非武装中立論であったがゆえに白旗を上げるしかない。機能不全じゃなくて国連は機能してるんですよ。大国に戦略はいらない、中小国ほど戦略が必要。集団的自衛権が悪であったら小国は大国の侵略の犠牲になるしかない。ウクライナに対する問題っていうのはすごくある。でもそのどれもだから戦争を起こされてもしょうがないっていうことには絶対にならない。